どうもチェルシーの医療チームトロトロしすぎでおなじみレオザフトボールでーす。いやめっちゃ遅かったですね。あのズマが怪我した時にあの医療チームがわーっと入ってきたんですけど、結構やばい感じの怪我してんのにゆっくり入ってきてて、あれ完全にモーリーニョの影響なんじゃないかなっていう風に思いましたね。エヴァジョイのね件でもう本当にみんなおじいちゃんなんじゃないかっていうぐらいの遅さでピッチ入ってきて、ちょっとあれはびっくりしましたね。なんで、というわけで始まりました、ヨーロッパサッカーミーティング、皆さんとねヨーロッパサッカーの話を中心に、質問に答えたり僕の、好きなサッカーの話をしたりとかするだけのチャンネルなんですけど、また楽しんで見ていただけたらというふうに思います。というわけで今日はですね、きっと注目度が高いであろう、チェルシー対マンチェスターユナイテッドの、ちょっとカッコつけて言ってみましたけど、そちらの試合の、分析なんかをしたいと思います。その前にですね皆さんの質問答えていきますんで最後まで見てね。いきましょう。まず一人目、スルゾーピーさん、ちょっとひどいね、ハンドルネームなんでね、ちょっと気をつけてくださいよ。いきましょう。ヤヤトレがガルディオラ嫌いで退団すると予想されて中国に行く確率はほとんどですが、レオさん中国以外でどこのチームに移籍したらこれからサッカーが面白くなると思いますか？そうですね、中国ねお金積んでくれるんで最後に人稼ぎっていうね、昔の J リーグだったり最近だったらね、中東の、チームとかの感じになってるんでしょうけど、ヤヤトレですね、ガルディオラ嫌いっていうよりガルディオラだと使われないんじゃないかっていう風にね、ちょっとビビっちゃってると思うんですよ。で、代理人とかもやっぱり自分の選手のね価値下げないためにプレッシャーかけてますけど、ヤヤトレが、バルセロナ時代に使われなかった理由は、2つありまして、1つがですね、アンカーのポジションがブスケツの方が、バルセロナに適してたっていうことですね。まあ、アンカーのポジション、4-1-2-3、こう赤がバルセロナだとしますと、今このボールのある位置ですね、ここがアンカーのポジションなんですけど、ここのポジションの重要さはですね、ここのポジション、開けないことなんですね。基本的に、相手がボールをこう持ちました。したらこうスライ、この選手がプレッシングをかけに行きます。アンカーの選手はここに移動します。で、次の選手がここにカバーリングに来ますっていう感じ。で、今度じゃあ逆に、こっちに来ました。こっちに来ましたら逆にこっちの選手がプレッシング行って自分元の位置に戻って、で、ここが突破されたらスライドしてっていう感じで、ここでコーチングしたりとか自分が開けなかったりとか、あとカウンターの時にこう陣形が崩れてるじゃないですか。陣形がこう前のめりになってたりとかしますよね。その時に、どこの、場所が危険かっていうのをいち早く察知しまして、相手にボールを取られた瞬間に、ブスケツはそこにプレスをかけ、ブスケツはそこにプレスをかけに行くのか、サイドバックに プレスをかけさせて自分はこの、カバーリングをするのか、こういう能力がですね、ブスケツの方が全然高かったんですね。っていうのが一つと、じゃあ、ただね、この時、ただですね、ここの時期はですね、ここに、イニエスタもいまして、ヤヤトレもアンカーで使われてたんで、どうしてもあんなにしていってね、前目で、あんな高い、個人技が出せる選手だとは思われてなかったんですね。ただ、なんでヤヤトレがセンターバックやらされてたんですけど、センターバックで今ね、すごい現代的だったと思うんですよ、今思うと。ボールを運べて、パスもシュートも精度が高いっていう風に。ってなりますと、ガルディオラはですね、トゥレを嫌ってたわけではなく、トゥレの能力を高く評価した上で、なおかつ、ブスケツとイニエスタがいて、当時はプジョルが怪我してたのかな。なんでそこでヤヤトレを使おうってなってここになったわけですね。その当時本職いましたから、カセレスとか。そういう選手よりもやっぱヤヤトレを使ったのはですね、ちゃんと戦術的、技術的な判断だったと思うんですよ。ってなってきますと、今、シティにガルディオラが来て、選手を取った場合ですね、4-1-2-3、この位置にポグバだったりとかイスコだったり、いろいろ噂がありますけど、ここの選手をですね、そこそこの選手を取るぐらいだったら、トゥレにやらせた方がいいわけですね。やっぱ技術的にもフィジカル的にも強いですから。ただ、ヤヤトレの場合、切り替えの遅さとかそういうところだったり、技術とか、フィジカルに頼って、視野の、狭さって言いますか、反対側に通すパスとかが少ないのがちょっと気になります。そういうところがですね、ガルディオラが嫌うというか、展開力のないところが嫌がると思うんで、でなると、ヤヤトレが得意なポジション、この4-1-2-3のここだったりとか、4-2-3-1のトップ下だったりします。ここのポジションで技術があったりとか、キープ力のある選手が欲しいチームが、多分ヤヤトレを欲しがるチームになると思うんですね。ってなってくると僕が思ってるのは、今の戦術だったらユナイテッドですね。マタがやっていちゃったり、あと、インテルですね。誰だったかな、ね、もともとフィオレンティーナにいたヨベティッチですね。ヨベティッチとかが、ちょっと、完全な、レギュラーを勝ち取ってないっていうのと、ちょっと怪我勝ちっていうのもあってインテル。あと一番ですね、僕、まあリアルにあるなっていうのがミランですかね。やっぱりああいう、ね、年齢が、いってて技術が
あってっていう選手を、取って気にしないっていうか、なんかなんですかね、チームの方針とか決めない補強してきますから、やや取り一番リアルなミランなのかなっていうふうに思ったりしますけど、そういうふうに、守備のタスクをそんなに担わされないで、攻撃に集中できて、なおかつその攻撃の方で、なんていうんですかね、中心的役割を担えるチームっていうのが、やや取りだと思います。攻守の切り替えが遅くても、厳しくないって。やや取りにここやらせますと、ちょっと守備陣のポジショニングが悪くて上がっていった時にここの位置を開けられてそこ使えるみたいなのがありますんで、あんまりやりとりにね、2センターハーフの片方っていうのは僕おすすめしないですね。いつも動画で言ってますけど、ちょっと長くなっちゃいますけど、こんな感じで質問の回答させていただきます。ミランが有力かなというわけで続いていきましょう。わかめさん、レオさんが言っていた、ラームやアウベスが攻撃の戦地、ボランチに移動してゲームメイクに加わるという戦術をウイレで試してみたのですが、こうするとサイドバックの上がりが欲しい時に来なくてサイド攻撃に厚みが出ない感じがしました。このフォーメーションの時はどのような攻め方がいいのでしょうか。僕が言ってたっていうよりね、ちょっと悪さとかバイエルが実際やってるんで、ちょっとね、手柄取るみたいで、ちょっと申し上げないんですけど、僕がですね、まあ前回の動画で言ってたやつですね、実際に、実践していただけたのはありがたいです。こんな感じで、まあ赤がバルソナだったり、バイエルンだったりとかしますと、これが攻撃の時はですね、こう、こっちが攻撃ボール取りましたってなった場合ですね、ラームがスーって寄ってって、センターバックがスーって右に行って、こういう陣形になりますね。で、それでここでゲームメイクをして、相手はこう取りどころがちょっと難しい感じなんですけど、こういう時、わかりますかね、見て。サイドバックがいなくなるんですよ。サイドバックがいなくなるんで、両サイドにボールが入った時ですね、まあ、こういう感じでボール入ると思うんですけど、ここでですね、言っちゃえば、サイドバックのこの上がりがガーっていう上がりがないんで手詰まりになるっていうことが、この、方の、おっしゃってるから、ワカメさんにおっしゃってることだと思うんですけど、この攻めの場合ですね、僕の場合は極力、フォーメーションをですね、既存のフォーメーションは 4-4-2 にしとくんです。 4-4-2 にしといて、ボールを取った瞬間にフォーメーションチェンジをしまして、こうするんですけど、こうなった時はですね、フォーメーションチェンジの時にこの布陣にするだけじゃなく、このサイドのミッドフィールダーも極力も、死んじゃった上になんか変な奥の方に入っていっちゃった。奥の方に入っていっちゃったよ。ちょっと奥の方に入っていっちゃった。待ってください。奥の方に入っていってなかったパターンですね。極力このサイドの端っこまで広げて、こう広げるんですよ。そうすることによって、サイドに幅を持たせますね。幅を持たせたところで、まあ、このセンターバックが、こう、レバンドスキーとか、スアレスに2枚つくなら2枚つくで、この、なんですかね、攻めの駒をこの、センターバックとサイドバックの間に突撃させる方法、これがですね、ここの攻撃意識を高めたりとかすることによって、ここのワンツーで崩したり、逆にこっちのワンツーでこういったところをこう戻したりとかいう風にします。なんでサイドバックの上がりがなかったり、サイドでこう人数かけられてこう攻めれないよってなった場合は、もうどんどん戻しましょう。どんどんパスの判断を早くして、どんどん戻してこうスライドしてこう行くことによって、相手の陣形を徐々に崩して、でなおかつレマンドスキーに下がらせたりとかして、トップに出てたところにボール出したりとかして、こういう風にしてですね、極力、攻め方を、前みたいにサイドの連携で崩してたところを、こっちはですね、ポジションって言いますか、パスをどんどん回すことによって相手の陣形を崩すのがこの攻め方のいいところだと思います。で、相手にボール取られた瞬間は、横パス取られなきゃ、縦パスだったら一気にプレッシングが、まずプレスをかけて、その間に、カーソルっていうか作戦を戻して、布陣を 4-4-2 にまた戻して、守備の時は、布陣を 4-1-2-3 に戻して、守備の時はこういう風になって、でまた攻撃だってなったら、こういう風にする。ちょっと、やることが多いですけど、今のね、現代サッカーをちょっとウイレに取り入れて楽しめるんじゃないかなっていう風に思います。ぜひともやってみてください。というわけで、結構時間いっちゃったなぁ。チェルシー対、ユナイテッド。ちょっと、駆け足でいくことになると思います。というわけで、チェルシー対ユナイテッド。どちらのチームにもですね、言えることだったんですけど、まず、ワントップへのサポートが足りなかったと思います。ユナイテッドの場合は、ルーニーがボールを持った時の周りのサポートですし、もうチェルシーなんか顕著ですね。サイドに、コスタが流れた時に、真ん中に、セスクだったりとか、飛び込んで、行くべき選手が飛び込まなかったりとかですね、したと思うんですよ。そこがですね、ちょっと、必要なところかなと思ったのと、あとチェルシーはですね、ズマがその役割をやってたんですけど、ユナイテッドはですね、センターバックがボール運べないんですよ。これが何意味するかって言いますと、もうスモーリングが引っ掛けまくってますね、下ね、ショートパス。
と。それがですね、グランダのパスを、それがですね、結局、ボランチが、マークを突かれてたりして運べない状況だと、センターバックが、ボールを縦に出せないと結構厳しいんですね。そのポゼッションだったりとか、その、地高で攻めるサッカーの時は、ユベントスだと、マルキージョがそこをやられちゃうとボヌッチがやったり、バルサーとブスケツがそれやられちゃうとピケだったりダニエル・アベスがやれたりとかするんですけど、そこでですね、ユナイテッドはブリントはその役割をまだ担えるんですけど、どうしてもスモーリングの方がボール持たされるんで、そこで、攻撃の手ごろ、手詰まり感があったなっていうふうに思いました。あと一番手詰まり感があったのはミケルとフェライニのポジショニングですね。このミケルとフェライニ、まあこの、システムボードで説明しますと、こちらですね 4-2-3-1、緑がチェルシーだとするじゃないですか。サイドにボールが入った時にですね、このミケルの、サポートだったりとか、こちらに、逆サイド入った時の、まだこっちはマティッチはまだ良かったですけど、ミケルのですね守備の時はいいんですよ。やっぱり守備用にあのセスクが前にやってミケルが入った時あって、守備の時のポジショニングだったりカバーリングがしてるんですけど、攻撃の時にですねちゃんとパスコースを確保してあげるポジショニング取りをしないんで、ウィリアンが突破できた時はいいんですけど、ウィリアンが囲まれた時にすごい苦しくなってボール取られたりとかしてたんですね。なんでここがですねちょっと攻撃的なセンスが乏しいっていうところがあるなっていう風に思いました。でもフェライニの場合はですね、なんでそこで上がんのっていうところで上がってまして、例えば、一番、簡単に言いますと、まあ、フェラインの場合はもうディフェンスの時に、バイタルを埋めるところが、すごい遅くてですね、まあ、こっちでやった方がいいか言えないって言ったら赤だった。これの時にですね、サイドでボールを持った選手がいて、サイドに、キャリックが、プレッシングかけたりするときに、基本的にこのバイタルが空いちゃうじゃないですか。ここをがっつり埋めてほしいのに、ここゆっくりタラタラ戻ってきてたりとかするんですよ。あれですね、ちょっと縦入れられて、そこにですね、選手がもう一人飛び込んできたりしたら一気に大ピンチになりますから。なんでね、ここがですね、フェライニのちょっと良くないところだったりして、なんでそれをちゃんと指導しないんだファンハールって僕は思ったりするんですね。なんで、そこが、ミケル・フェライニ、そこの2ボランチ、そこのポジショニングが悪いっていうのと、あとチェルシーの場合はですね、右サイドが弱点なんですね。イバノビッチもう1対1ほとんど負けますね。基本的に、守備がもう軽くなりすぎてます。きっと、人がいないんだろうなって感じで使われてるなっていう風に、厳しいこと言うと思ってしまいまして、あとユナイテッドだとバイタルエリアですね、今、説明したように相手に、サイドとかでボールが入った時にラインがズルズル下がります。ズルズル下がった時にここのスペースをキャリックが埋めれてない時はもう本当に空いちゃうんですね。ここのバイタルエリアをどう使うか、ユナイテッドの場合バイタルエリア、そして、チェルシーの場合は右サイド、ここの弱点の攻め方なんですけど、この弱点の攻め方が両チームとも下手くそだったんですね。というわけで、こちらの弱点の攻め方、じゃあどうすればよかったんだよレオザフットボールっていうわけでですね、こんな悪いとこ言うだけだったら誰だってできますんで、こう攻めたらよかったんじゃないっていうのを次の動画で解説したいと思います。というわけで、最後まで見ていただいてありがとうございました。ヨーロッパサッカーミーティングでした。明日もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。